今回のね、八つ墓村なんですが、海洋集落があるんですかね、この林道めげとるよ。全面通行止め、やばいですね、道がやばいですね。これも、もしかしたら熊とかいるかもしれないですね。なんとか抜け出しました。はい、始まりました。というわけで、今日はね、リクエストで、八つ墓村に行こうかなと思ってるんですが、八つ墓村の周辺に来たんですが、結構ね、通行止め、土砂崩れとかの通行止めとか、車が入れないっていうことなんで、歩いてこれから行こうかなと思ってます。だいたい歩いたら8キロぐらいなんですよね、現地までが。この8キロって言っても坂があったりとか、まあ、山を登る感じなんですよね。というわけでちょっとね、行ってみたいと思います。かなり農村部に来たんですが、誰一人いません。今回のね、八つ墓村なんですが、まあ、小説とか映画のストーリーとして描かれたんですけど、本ちゃんはね、津山事件っていう恐ろしい事件が元になったようです。昭和13年に起きた事件なんですけど、そうですね、話はまあ簡単に言うと、事件を起こした人間がトイというね、人で、その時は兵役があって、まあ、身体測定とかそういうのあって、で当時流行ってた結核が見つかって軍隊に入れないということで、でその集落でかなりね、噂というか、あいつはいけなかったとか、近づくな、結構ね、みんな避けてたり、好きだった女性がいたらしいんですけど、その女性ともなんか縁を切られて、その恨みで結構ね、人を殺したっていうストーリーなんですけどね。こんにちは。これずっといたら何があるんですかね。ここなんです。ここで合ってるんですか、ね。これはこれじゃないし、これずっと何キロ、もう四キロぐらいいたして、ずっとそこで集落があるんですか。そこ行こうかなとか思ったんですけど、全部道が。道は車行けないけど、ね、雨ってなら行ける。ですよね。この間の大雨で土砂災害で山崩れた。ああ、なるほど。わかります。ちょっとハイキングがガテラに。ハイキングだったら十分いける。あ、行きます。すいません、ありがとうございます。いやいや。いうわけでガチで、車では行けないらしいですね。徒歩で行かないといけないという感じらしいですね。はい、まあまあ登ってきました。結構かなり田舎ですね。そこにイノシシかな、取るための檻がありますね。これですね、全面通行止めということで、徒歩じゃないと入れない。行ってきます。はい、全面通行止めのね、とこを越えたら、かなりなんて言っていいのかわからないですけど、まあ、畑とか田んぼがあるんですけど、何もね、植えてない状態ですね。
こんにちはです。はい、上上がりますね。あのさっき麓の人から聞いたんですけど、なんか海洋集落があるんですかね、このずっと行ったら。ここ越す方はな、結構道が渡らん、この林道めげとるよ。ああ、車通れないって聞いて。いや、車はな、通ってよくまためげとん。ああ、そうなんですか。それじゃ、よけいよんが通るくらいじゃけんな。ああ、かなり細い。それで、こう道が掘れとるけど、そこ落ち込んだらどかしようもない。ああ。どんどん坂がきつくなってるような感じがします。で、一つ問題なのが、ちょっと甘く見てたせいか、お水を持ってきてなかったんですよね。水分補給が最悪川の水になるかもしれないという感じで来てます。これが問題の あれですね。このせいで通ることができなかったみたいですね。ちょっと車危険ですね、これは。結構ね、なんか熊らしい足跡とか、なんかね、ガサ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 するんですよね。もしかしたら熊とかいるかもしれないですね。やばいっすね。これもあれですね、激しい。この下まで土砂が来てますね。やばいですね、道がこの土砂で。よっしゃ。うわ、なんとか抜け出しました。噂によればこの下に降りれば集落があるということで、今からね向かってます。よいしょ。ここが噂の集落です。八つ墓村の舞台になった。むしろここに来た感動というよりかは、あの山から抜け出したという感動の方がでかいですね。しかしね、このためにわざわざ来たんで、どんなものなのかをいろいろ調べてみたいと思います。ここから集落に入ります。ですね、まあ、おそらく昭和頃には絶対あったような建物ですね。
この山から登ってきたんですよ。そうですね、山上登って貝を言うとこ通ってこちこち来られた。降りてきました。何もおりゃなんだ。熊とかいるんですかね。この方に出てきて休みを言うことはないと思います。あ、お前ですか。ただ山の木の下さん、あ、日本6連でしょ今のとこだったら。あ、なるほど、すいません、親切にありがとうございます、はい、これ歩いたらどれぐらいですかね、距離的には。下のなんかバスとかが通ってるとこまで出たいんですけど。何？バスが通ってるとこまで。ああ、なるほど。あの山の上まで登れば。はい。はい。はい。あ、本当ですか。はい、いいですか。すいません、ありがとうございます。私のいとこがあの山の向こうの平屋を見んです。あ、そうなんですか。はい、ズリーせいにな。隣の田んぼとかもね、結構良くないじゃないですか、うん、だからもう田んぼをね、うん、近所の人に貸し、はあ、ただで貸してあげてもうやってます、うん、作ってもらえんね。そうですね、うん、それがよろしいかな。そうですね、うん、あれんだけやな。そうですね、たまなんだろう。そうですね、あんまりなんだこう怖いんじゃん。まあ怖いけど、怖いけど、まあ何にもないよりおかずが、そうですね、これだけでも食べれたらいいですね。ちょっと待ってん。はい、というわけで、親切なおばあちゃんに出会うことができて、いろんなね話をしてもらって2時間ぐらい滞在してました。まあこれから山に登るわけですが、もう電池もね切れそうなんで、ここで終了しようかなと思ってます。まだね、これからどれぐらいかな、3時間ぐらいかなかけて帰ってきます。というわけでね、またスピチューブの方よろしくお願いします。でね、インスタグラムもやってますんで、検索してみてください。それではありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。